この坂を登った先に北欧軍の駐屯地があるわ。まずはそこまで行きましょう。おう。ビビ様、こんなところに。申し訳ございません。我らの力を及ばず、反乱軍の本体はアルバーナに。今市内は戦場となっています。私どもはここでさらなる反乱軍の合流をせき止めている状況です。ビビ様。ビビ、ビビ様、ご安心ください。我ら国王軍は命に代えても必ずやこの国を守ってみせますぞ。私たちが生まれ育った愛するケガをしていますね。すぐにビビ、お願い。皆さん、取り乱してごめんなさい。どうしたんだ、ビビちゃん。亡くなっていた彼は、子供の頃、香西は私と一緒に遊んだこともある友達。え？ナミさん、ビビ。こんな犠牲が出ないように頑張ってきたはずなのに。この国に暮らす大切なみんなを守…反乱軍も国王軍も私にとってはどちら…みんなこの国を愛しているのに、クロコダイルに騙されてお互い…行かないと、行って戦いを止めないと。私の命に代えてもみんなを必ず…ビビ、落ち着いて。まずは状況を確認しないと。ナミさん、でも早くしないと、みんなに。駐屯地は大丈夫だよな。そうだといいけど。おい、しっかり。これ…コブラ王に従う連中が何を言ったか。反乱軍の本体はもう…どうやら今回も…ビビ、どうして彼らが国王軍も反乱軍もどちらも国のことを大切…
どうする、ビビ。キャンプがあるけど休んでく？私なら大丈夫。みんなの体調はどう？はっ、あ、私のお金。ビビ様、ペル様の。え、ペル。実は独自の調査で船が乗り上げる事件の後、もっとも、ペル、ペル様が止めなければ。以上の次第。ええ、ありがとう、よく知らせてくれました。待てよビビ、何するつもりだ？もう放っておけないの。何としても反乱軍を止めるわ。もうバロックワークスの好きにはさせない。1分、いえ1秒だって無駄にできない。私はもうこれ以上誰も死なせたくないの。甘いんじゃねえのか。七部会の海賊が相手でもう100万人も暴れ出してる戦いなのに、今さらお前一人で止められると思ってるのか。それの何がいけないの？命を落として人を守ろうとすることの何が悪いの？今さらお前なんかの命一個で賭け足りるもんか。じゃあ一体何を賭けたらいいのよ。俺たちの命くらい一緒に賭けてみろ、仲間だろうが。みんなもう一度だ。何回でも何十回でもワニのやつをぶっ飛ばしてやる。また仲間のため、よほど大切にしているものなのね。あるじゃねえか。こんなところにも兵士がいるのね。
ても大きな町。私たちこれ、そう、あれがあら、どんなところなの？いい町よ。活気があってとても平和で、でも今はそんな町が戦場と化している。行くぞビビ、ワニのやつからお前の国を取り返すぞ。ええ。うん、おい、あそこ見ろ。あいつらなん、さあわからないけど、アルバーナの周辺は海軍に、まずは通してもらえるように。私ビビのことなら海軍も知ってるだろうしな。ほら野郎ども、海軍のとこまでビビちゃんを護衛するぞ。おう、近くまでは俺たちも一緒に行くぞ。うん、みんな。うん、みんなありがとう。ちょっと待て。ええ、いや、うん、おお、ルフィ。ああ、わかった。
何？お前なんだと？てめえクソ野郎が。クソ。うん。取り囲んでいるはあの通りで、ひょっとして反乱軍のか？ええ、おそらく。それじゃあ、海兵と話をつけてくるわ。おう、任せた。お疲れ様です。あなた！驚いたな。王女様がなぜこのような場所に？アルバーナに急用があるのです。従者たちとこの件。怪しいな。菜の花の偽国王の。なんだと？まさか。ここはご無礼と承知で、我々の尋問を受けていただけますかな。何ですか？やめてください。おいおい、何やら揉め始めたぞ。ビビちゃんのピンチだ。おい待てよ。本当だ、どこに行ったんだ。あれ、あいつらの腕にもバロックワーク。あの海兵はバロック。海軍に化けてビビが現れるのを待っていたのね。そのあたりは。おぞルビー。ワークスの連中、許さぬ。
あいつらわざわざ道を塞いでいきやがった。私の出番ね。関係ねえ、全部ぶっ壊す。今助けに行くからな。あんた、こいつらは麦わらの一味。こんなところまで追ってくると。見ろよあの紋章、バロックアークスのじゃねえか。どうやら。そういうことならさっさと締め上げてビビちゃんの行方を聞き出そうぜ。ナミさん、くそ、さすがは。だが一足遅かったな。ビビ王女はすでに別。もう宮殿にいる社長の元に着いた頃だろうぜ。無駄骨だったな。バロックワークスが社長って呼ぶならクロコダイルのことか。そうだろうな。海軍の検問に切り込むか。少し骨は折れる。よし行こう。海軍。だ。これどこに繋がってんのかな。私の出番ね。で休憩しときますか。肉食って戦いに備えるぞ。たまには奮発しておかないとね。